皆様おはようございます。現在時刻5時、場所は福井県の敦賀市でございます。本日フレックス釣り部企画第3弾ということで、福井県のね敦賀湾にやってきました。今回もハイエース名古屋店のメンバーの方々と船をチャーターして、ね、沖に出て行って、たくさんね釣果をあげられたらなと思います。それでは頑張っていきましょう。おはようございます。おはようございます。初めましてのメンバーが2名いらっしゃいますので、自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、はい、ハイエース工場店スタッフの原田と申します。デタラメフすっごいよ、朝から本当に。朝5時っすよ。もう眠すぎて、もう眠うて眠うてですけど。すいません。ハイエース名古屋店の整備やってます、コーンと申します。よろしくお願いします。ね、真ん中の方は挨拶走らせていただいて。おー、そういう感じですね。釣れない泉でございますね。いや、今日こそ釣りますからね。晴れたし。釣れないことで有名です。いやいや。これだけでこう閉まらない。ハモってる。これ全部私物ですか。もちろん。IRってシール貼ってるんですか。いや、これがちょっと本当コンプライアンス的なあれなんですけど、僕が大好きなタナジグっていうメーカーのルアーで。バカ釣れるんすよ。これ持っとけば本当にもうあのブリ祭りって感じですね。ハードルがどんどん上がってきちゃうんですけど、大丈夫ですかこれ。ちょっと待ってください。コンさんが今荷物めっちゃ下ろされてるじゃないですか。はい。原田さん、荷物これだけですか。僕これだけです。ラッチ嘘でしょ。これだけです。僕の荷物これだけです。基本監督なんで。で、酔い止め。なるほど。他の従業員2人に働いていただいて、僕はもうあのこれ飲んどかないと本当にもう物も喋れなくなるんで。あーあー、なるほど。まあ、普段から物静かなんです。一番自分のもっと止めてほしかった、強く。おはようございます。大丈夫かな俺。本当に全国指名手配なのに。おいコンっていうやつ高速に貼ってあるっすか。この顔見たらってやつね。愛情たっぷり手作りおせんべい。買ったやつやん。その中に入ってるのかよ。あ、了解です。そっち側に切るやつ。それ引っ張ってもらえる。YouTuber 原田。あれやすごい。あ、マジこんな感じ。おお。やば。マジか。一応無免許運転なんで。やめてやめて。すげえ。日焼け止めだけ塗ろう。今コンさんの株爆上がりなんですけど。いやもう本当にめっちゃかっこいいじゃないですか。電話番号だけ載しとくんで、彼女募集中です。いやマジでマジで落ちないでくださいね。いや結構早いですよ。なんか落ちそうだったら僕か誰か掴んでください。もう何年ぐらい運転されてるんですか。わかんないですけど多分4年ぐらい。へえ。あ、これが魚探か。そうです。島の位置とか、はいはいはい、あの位置出るんで、はいはい、それで見る感じ。ああ、なるほど。びっちょびちょじゃないですか。塩で顔が痛い。めちゃめちゃ餌の反応が出てますね。もう立って大丈夫ですか。大丈夫ですよ。本当はめっちゃ鳴ってる。これなんかちょっと青物っぽい。マジここ汚いんで拾うのすらちょっと諦める可能性がある。少し勘弁してください。ちょっと手堅く釣果を狙いに行こうかな。いや本当にできます。できないんだったらやります。いやでも僕に一発目と手術お願いしていいですか。じゃあ行くじゃねえか。顔が痛い。塩がやばい。塩船の先頭って、はい、水しぶき当たんないと思ってたんですけど。いや一番当たるんですよ。あ一番当たるんですね。で一番その羽あるんで。ああ、そう。一番あの辺がちょうどいいです。なるほど。手がかり。いや違う。そこの寝かかったっす。一瞬。原田さんはセコ釣り。セコ釣り、いわゆるセコ釣り。いわゆるセコ釣り。泉さんもセコ釣り。泉さんもセコ釣り。泉さんが一番セコいですね。めちゃくちゃいい味。じゃあコンさんがガチ釣り。ガチ釣りっす。全員右側にいるじゃないですか、はい、これどういう理由なんですか。塩
がこう船がこっちに流れてってるんで、はい、こっち側で釣りしちゃうと腹の下に人が入ってってどんどんやりづらいんで嘘ですね、はい、やっぱ2回もほげるとやっぱり焦りでああいうこと言い出すやばでやっぱり自分の力じゃなんともならないんでこうやってねメンバー増やしていえいえ一番釣りますから今日待ってください。もう来たなんか来たっぽい来てるわこれマジ。はい20万ボーナスやばリアルね今日本当に、はい、かなり小さい。セコスリだ。器の小ささは魚の小ささって。あーこれでけ恥オーバーや。全然上がってこないわ。一発目原田さんと。文句嫌そうな感じ。いや、カットか。いや、編集どうにもない。カットだ。結構いいサイズよね。おっ。これそのまま上げて大丈夫ですか。はい。多分います。いや、そんなガッツリカットしたら大丈夫や。おー。原田さんか一発目ちょっとなんかマジで不服すげえ嫌そうじゃないですか。いや不一の笑顔だ泉さんあの本当給料釣り具かしか使ってないんでそれ初耳だなヨタさんまだおヨタさん全面カットじゃあちょっと越前方面までかっ飛ばします。マジか。ちょっとじゃあ後ろ行っていいっす。ダメです。あの風は少なく波は多くありませんね。あの当たりがあった人言ってくださいね。ビッグかレギュラーかもビッグかレギュラーかも報告してください。ビッグ6連ビッグ6連入りました。スタッフ泉さんカメラ目線お願いします。いやうるせえうるせえ。カメラ目線お願いします。あでも青物じゃねえな。あこれ小さいですね。フレックス釣り部無事に1匹目ヒットいたしました。エソの可能性。いらねー。おめでとうございます。カットで。それは重いだけだわ。第1匹目の釣りの感想お願いします。いや絶対この時期にグローブだけは見せましょう。じゃあね、ハイエース長店の工場のスタッフさん、今日の使ってる教えてください。ですね、今日使ってるのはですね、はい、フレックスオリジナルのロッドとリールですね。フレックスそんなこともしてるんですね。でこれからもうビシバシやっていきますんで。わかりました。ちょっと酔い気味だそうですね。目の前に集中しすぎた。じゃあ皆さんね、食ってくださいね。反応来てるよ。すげえ、テーポンズで違ってるよ。もう、画面全部。ちょっと人より顔がでかいだけ。夢と顔はでかい方がいいんですよ。これあの冗談言ってるとこ全部カットでお願いします。これエンジンがランボルギーニ製になります。ホンダって思い切り返ってくる。やべやべ信用度がどんどんなくなってくる。で泉さん今日が水曜日の定休日ですけど昨日は仕事の後にどこ行ったんでしたっけ。昨日家帰って寝ましたよ。あ本当ですか。はい、釣り具屋さんのとこはなんか準備のために行ったりしてないですか。今日は朝1時半起きだったんであれですね、すぐ家帰って9時前に寝ましたね。なんか風の噂に聞いたんですけど、はいはいはい、仕事終わりふらーっと釣り具屋行ってなんかえらい高級なもん衝動買いしたって聞いたんですけど、なんか原田さんクーラーボックス買うのになんか嫁に相談したってテレビ電話してたってなんか聞いたんですけどオールカットで。やべえよったー、ガチ酔いした。くそー原田さん変わってー。本当にはバクチョのルアーがある。いやそこなんですけど、いやマジアネロン、いや間に合わなかったんですよ。ドラッグストア昨日アネロンってきっと酔い止めのことっすよね。そうそうめっちゃ効くんですよ。普段ストックあるんですけどたまたま今日なくて。サザエさん、サザエさん。おー、ヒラメ。来たこれヒラメ。そう。右向きだから彼ら。向きが。いや煮付けやん。美味しそう。おお。原さん調子いいっすね。やっぱジギーっすよ時代は。このルアーなんですけど、はい、泉さんとこんちゃんにめちゃめちゃバカにされて、そんなもん金の無駄だって言われたんですけど。でもそれ下道っすから、ね。やめてくださいよ。来た。来た来た来た。ゴンさん寝ててください。はいやった。あの寝ててください。今でかかったよ。逃がした魚はどうのこうのって言うっすからね。さあフレックス釣り部記念すべき、はい、第1匹。ゴンさん大きさは感覚どのぐらいですか。いやエソかもしんない。そうだったらカットで。そんなことある。おめでとうございます。カットで。そうじゃないんだよな。アップでお願いします。そうじゃないんだよな。そうじゃないんだよ皆さん。やっぱもうねこんちゃんこんちゃんしかいないから。でかく映ります。はい、映りました。めちゃくちゃめちゃくちゃ遠近法ありがとう。あリリースなんですね。食べます。え食べるのさ。そもそも食べますよ。でも今日多分もっとでかいの釣れる予定なんですよ。そっちね。はいありがとう。ありがとうありがとう。そんな大きくないんで心配しないでください。お、復活したカメラマン。すごい顔色悪い。いかに大きそうかっていうのを打つのがポイントっすよね。あーこれ引きますね。あーおーいくいく。さっきのよりは絶対でかいです。
ハルさん、セルフでリアクションとカメラよろしくお願いします。本当にフグー、そんなことある。フグでっかっ。何フグ、キモ、やば、なんだそれ。何食ったんすか。フグがえ、キモ、キモ、何それ。かわいそう、でも映したらメタボだな。じゃあさよならしますね。どうぞ。やばい、カメラ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 、なんか釣れたみたいですよ。いや絶対レンコだい。今コンさんが大物を釣れとるみたいになる。なんかすごくちっちゃい魚が来ましたわ。さあなんか釣れたみたいですよ。なんかちっちゃいよく引く魚がかかりました。期待しないでください。おっと、それは若干でかいやつですか。若干でかくもない口がギザギザして、あの糸をズタズタにしていく嫌われ者みたいなやつ。かまぼこっすね、要するに。もう全く引きません。ああ、それも確定ですね。あお、いらっしゃいませ。レッソー、大トリリース。8時15分。やばいぞー。え、コウさん何が釣れました。レンコダイっす。レンコダイ。うまいっすよ、鯛めしとかにすると。へぇ。おぉ。80センチぐらいありますね。あれ、顔より小さく見えるんですけど、遠近法っすかね。僕の顔がだいたい70センチぐらいあるんで、多分80センチぐらいです。三等身ですか。ということで、本日初の釣果はレンコダイですね。おめでとうございます。やっぱ僕がいないとみんな釣れないんですよ、本当に。超高級魚っすよ。超高級魚。これ1キロ多分5000円ぐらいするんじゃないですかね。ええ、なんですかそれ。アマダイっていう魚です。アマダイ。顔ピチャピチャ。バシルか。あ、綺麗なお魚。マジ高級魚っす。めちゃくちゃ美味しいっす、これは。結構ブサイクな顔してんすよ。結構ブサイクっすね。キモカワ系。ブサな顔立ち、可愛い顔立ちってあるんですか。ありますよ。同じ個体でもあります。あります。へぇー。ひとりさん、じゃあその弁当持ってきます。なんだこれ。顔ちっさ。魚うつんだ。これ。あ、最高。ルアー買えよ。これルアー持ってるんですか。昨日買いましたから、ピンクやつ。あれか、あれだ。もうしゃくりたくないから、もうジギーにするっす。15センチオーバーっすか。いや、22センチ。そんな滑る。そんな滑る。やっぱ世の中冷たいっすからね。びっくりしちゃった今、本当に。もう引いてる。多分タイだと思われる。サイズありそうっすか。30センチぐらい。レンコ。いや、レンコの引きではない。美味しいサイズのマダイかも。サイズいいと引くまでの時間がかかったりするんですか。いや、突然引き出したりとかするんで。そうでしょ。でねー。待って、超、逆に超高級天然のトラフグ。嘘でしょ、トラフグ。いや、完全トラフグ。バカ高級これ。でかっ。ただ誰も免許持ってないって。初めて釣ったんだけど、トラフグってそんな引きすんの。すげー、でかっ。すげー、でかっ。狙ってた。めちゃめちゃ狙ってた。うわ、でけー。初めて釣ったっすわ、こんなの。あ、初めてなんすか。はい。へぇー。やばい。何の音すか、このカッコ。こいつ歯がやばいんですよ。多分トラフグだと思うけどな。すげえ、コポコポいってる。でっか、めっちゃ水飛んでくる。トラフグを触った手で目をかかないように。嘘でしょ。いやー、この引きで 100m 待ち当てるのすげえ悔しいな。こんなことやってるから、本当に指に針が刺さったりする。いや、あれはあのハマチが悪いんですよ。去年の今頃っすかね。その時ちょうど僕の奥さんも来てたんですけど、針を外そうとしたんですけど、痛みに耐えきれず泉陽太ギブアップしました。2ミリだとしたら大したもんですよ、本当に。なんでそんな笑顔で写真撮ってるの。いや、とりあえず記念写真かな。なかなか撮ろうと思って撮れる写真じゃないの。まあ、刺さった意味でピースしてたじゃないですか。見えてきた、見えてきた。いや、やっぱ80センチのタイ狙ってるんですよ、コンさん。あとは今、内臓の中で内臓がないぞっていう状態になって。重曹。顔が、そうか。僕の顔なんかより今美味しそうにパン食べてるコンさんの方が動画回しますよ、きっと。どうやって最後までギュッてやるの。どうですか、初のジギングは。楽しむっていうステップに入るんじゃない、自分が情けないです。絶対30ぐらい、30も飛んでなくないですか。飛んでるんですか。
ここから行ったら今のところもう、あでも50ヤードぐらい飛んどるか。そうすると45メーターぐらい行くのか。おおマジでやばいやばいやばい。マジでやばいやばいやばい。サメやん。マジでサメやん。ドサメ出た。切られた切られた。えサメだった。やっぱドデスゲーった今。びっくりした今。ビビった。嘘でしょ。やばバカビビったんだけど。マジで切られた。今のはびっくりした。ビビった今。え今サメだったっすか。マジでサメ。クソ牙こんなん。マジ？マジでサメ。びっくりした今の。嘘でしょ。マジで。マジで。それは怖いわ。いやだいぶでかかった今の。いやでも1メーター余裕で余裕で超えてる。速攻できたよ。マジでビビった今。嘘でしょ。引きでサメだって分かんないですか。いやもういやもう食って一瞬で歯当たって切られて終了。グッドペンション。やばマジでビビった今。いや俺のフグが一番ですから。僕と泉さんルアーをこうやって追いかけてきてなんか下からここのブワーシャーもうここ。いや僕のリアクションなんか恥ずかしいじゃないですか。いやもう2人でもうでも5万回再生いっても僕たちにやっぱりお金発生しないんで、それだったら僕が喜んだ方がいいです。いやいや記録より記憶ですから本当に。まだった本当は証をとか言って手突っ込んどけ。確かにやっぱね札幌出身としてはフィッシュマン札幌のメーカーですから応援したいですよね。すげえなでかっ。そこ置いた置いたマジで。あと動いてる。すごい。おおぬるぬるしておおおおいいね。でかそう。そこそこあるんじゃない。待って行ってめっちゃ小さかったっち。いや絶対小さくある。アマダイって。いやめっちゃ慎重に行きたい。バラシはごめんなさい。おーい、やっと来ましたよ。来ました。渡しました。サモイでは私名古屋店の工場スタッフコンが担当させていただきます。手厚いな随分。おーい、でっこ来たぜ来たぜ。でっこやば。イエス、あざっす。はいどうも、あざっす。おーでけー、来たぜ来たぜ。ちょっとお待ちくださいよ。それは来たわ。出た出た、口開かないタイプ。サメ釣るわ、サメ釣るわね。力強いですか。めっちゃ強いですね。ういー来ました。ありがとうございます。あざす。あ、まあ、ぬるぬる。やりましたよ皆さん。やっとやっと釣りましたか。やりました。やったぜ。ありがとうございます。9ポンド、あ、10ポンドあるやん。10ポンド。うわめっちゃ重い。やったぜ。いやコンさんありがとうございます。なんか出てんじゃん。やばありがとうございます。汚れてないですけど、お名変状ですねこれ。いやですね。どうにかあのさっきのサメといい。おー来たぞ来たぞ来たぞ。これはいいぞ。俺のはレンコだい。さすが釣り部リーダー。いやもう本当にわざとサメもブッキングしまして。サメ宅配便に呼んどいたんですよ。そうなんですよ。宅配便って呼んでんのか。クール宅急便で送料が2700円でした。結構安めっすね、あのサイズにしては。あのなんか組み立て式なんで。組み立て式6等分でしたね。アマダイ高級魚2匹目。こいつがワカサグジっていうブランドのお魚です。不細工な顔っすね。いやそうなんすよ、僕と一緒です。言い過ぎです。泉さんのカバンの上に魚汁いっぱい落としてる。いや本当に本当に。メスとかオスとかあるんですかこれ。これどっちなんですかコンさん。一人は詳しくなくて。黒っぽいとオスで白っぽいとオス。へぇ、僕だとこの日だとマジで美味しいマダイの白子が食べてる。よいしょ。すげえ。おんま。よいしょ。で、ちょっとそこ行きますよ。あっ。いや、本当に良かった。マジでどうかな、どうなるかと思った。結構体力持ってくれます。いや、結構辛いですよ。楽しいっすけどね。いや、やっぱり、ひらえ、ひらめさんがいいっすね。本当に サーモンか。はーい、よいしょ、いらっしゃいませ。動きが馴染まん。4分の1回転ぐらいめっちゃゆっくりの巻きですね。で1回1回止める感じ。そう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 。え、ちょっとゆっくりやろう。もうちょいあれですね、巻き開いた方がいいかもしれないです。そう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 。でその辺で当ててクイックイッと45度ずつぐらい。あ、お、来た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 。やっと巻いて巻いて巻いて。あ、これ来たわ。お、やっと来た。やばいやばい、マジかマジかマジか。やっと来た。あ、なんかめっちゃ重いんだけど。頑張って頑張って。やっべ嬉しい。なんとかして釣りたいよ。これ巻けるだけ巻いていいんですよね。あ、もうもうちょっとゆっくりめでもいいかも。やばいやばい。頑張って。頑張る。あ、何これ。もうスピードで連行がいい。
これじゃ巻くとやばい。でもそのままグイッと。いいんすかこれ。あ、いっちゃってください。はい、一緒。はい、着地で。あ、はい、でもよかった。初めて釣れた。めっちゃ嬉しい。おめでとうございます。天候だい。あざっす。あの感覚か。そうです、そうです。ちょっと待ちくださいよ。いや、めちゃくちゃ嬉しかった。いや、よかった。こういう感覚なのか。本当に嬉しい。よかった。ありがとうございます、泉さん。あ、ちょっとしし。へー。おめでとうございます。いや、なんかめっちゃ嬉しい。よしよし。それに満足せず、もう一杯いきましょう。嘘でしょ。マジ。トップ？フグだ。フグ。あ、違う違う違う。青の青の。チョール、めっちゃオール。嘘でしょ。チョール。本当に言ってる？チョール。ちょっとま、嘘でしょ。これはめちゃめちゃオール。ついてきた。しかもまあまあいいサイズ。嘘でしょ。いや本当に。さっき泉さんのサメのことはもう信じないです。あれはもう映像があるから。誰もが見たい映像を撮れましたからそのおかげで。あ。いや、わからない。それを最後のやつ外すな、泉さん。それはやめましょうよ。総選スーパーテクニック、総選スーパーテクニック、めっちゃめっちゃ、いや、やっぱ最後のやつは泉さんみたいな投げ方しなかったかな。せめて巻くじゃないですか。だからぐしゃぐしゃになりやすいんですよ。だから糸はせめていいやつ使った方がいい。本当に安いやつ使うとトラブル増えるから。あ、糸で結構関係あるんですか。マジで関係ある。買い直せますわ。4,000円ぐらいですね。まあ買うか。下取りで取ってください、泉さん。あれ何を、ラインいらないでしょ。いや、伊豆さん、これ1回しか巻いてないです。今日しか買ってない。ちょっとでもそれを減らせるようにいいやつ使った方がいい。オシャの抽選ですね。なんすかこの気まずい。この気まずい感じ。皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はフレックス釣り部の企画にご協力いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回、名古屋店の船舶勉強をお持ちのコンさんに船を出していただいて。船長、船長、船長、お願いします。ちょっと釣れればいかがですか。本日の釣果って妄想してたものよりかは良かったかなっていうのと、そうじゃなかったかなって、正直なところどうですか。いや、本当はみんな釣れればよかったんですけど、ちょっと実力の差が出てしまったかなっていうところで。ちょっとこの実力の差ってこれ以上言うとなんかね、まあ、帰り揉めるかなって思うので、みんな仲良く釣れれば一番いいのかなっていうところで。初めて釣れましたもんね。いや、そうですよ、そうですよ、近藤さんも今日。強くがなかったんで、1本目と2本目がやっぱり釣れなかったっていうのが、あ、船長の技術がね。出たがりがすごい。出たがりが。今日何本ぐらい積まれてました。16本ぐらいですよね、確か。で、プラスなんかベッドマットの下にクーラーボックスとか。そうですね、まあ、すごくリアルな釣りに行く雰囲気っていうのを見れたので、視聴者の方にも伝わるのかなって思いました。釣りのことについて何か不安な点だとかあれば、実際にやられてる方にお伺いするのがいいのかなと思いますし、こういう使い方できますよっていうイメージも伝わりしたと思いますので、概要欄に URL 記載してあるので皆様チェックしてみてください。そうですね、名古屋線のコンさんの方にお問い合わせいただければ。釣りカスタムであればお答えできるかなと思います。です。今回釣り企画っていうことで第3弾まで進んだんですけども、実は年間通してこういった企画進めたいなと思っていて、僕もまだ道具とか何も持ってないので、道具選びの段階からちょっとレクチャーいただくと。実際に買いに行くシーンとか。はい、確かに面白いですね。なんか原田さんも連れてったら何かしら買うっていう最近の流れなんで。そうですね、はい、ぜひ一緒に。そんな感じでどんどん進めていけたらなと思っております。皆様、こちらの動画が参考になった、良かったよと感じていただけた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いしま す。今回ちょっと遊んでる企画に見えるかもしれませんけど、ハイエースランクル系の動画もどんどん出してるので、ぜひ皆様チェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバイ。